どうもゆっくり霊夢です。オラオラオラー、暴走族のメンバーは、集会終わりに家に帰るとちょうど日曜の朝で、一緒に朝ごはんを食べると、割と家族団らんになる。ゆっくりマリサだぜ。うんうん、土曜に一晩中走った後に朝帰りすると、家に着いた頃には、家族は日曜の朝を過ごしており、普段通り一緒に朝ごはんを食べると、会話も弾んだりして、割と家族団らんになるんだよね。そんな、暴走族がふとした瞬間に家族団らんになって、ほっこりするあるあるは置いといて。今回は、城南地区の古参チームとして暗躍しており、全教練にも加入していた、トミーズ、の解説と、発症した城南地区の暴走族や、関連したチームなどの解説もしていくよ。おっと、今回はあの全教練に加入していたチームなんだな。古参のチームということなので、どのような歴史があったのか楽しみだな。ぜひ、解説をよろしくなんだぜ。ゆっくりしていってね。城南地区とは、港区から品川、目黒、太田までが城南地区と言われており、特に近隣の世田谷にある。国士舘高校の影響もあって、当時は不良校としての知名度もすごくあり、柄の悪さもダントツで。城南地区の最寄り駅には、蛇腹の学ランを着た不良がこぞってたむろしていたんだよね。やっぱり、国士舘高校の影響はすごくあったんだな。それにあの永遠のライバル校であった朝鮮高校との乱闘騒ぎも日常茶飯事で、駅や商業施設などが、壊滅状態になることも多く、それに加えてチンピラや極道の本職の人も多くいたので、1960年代の不良全盛期の時代は、何があるかわからず気が抜けない地域と言えたんだよね。国士舘高校の不良や、チンピラなどが多いって、結構カオスな地域だよな。暴走族で言うと、大田区には大田連合や連合に属していた正気、それにルート20ゴースト。目黒周辺には、毘沙門天、ジョーカーズやブラックエンペラー、スペクターの目黒支部、そして品川には五反田こと、サメズ一派、大井ゼロなど、今回解説をするトミーズが存在していたんだよね。おお、暴走族のチームもカオス状態。大田連合は2000年代まで存在していたと言われ、解散後も OB グループとして活動を続けており、OB グループはその後、半グレ組織化すると警視庁から準暴力団に指定もされており、2009年には大田区内にて、集団で爆音を鳴らしながらバイクを蛇行運転させたということで、暴走族メンバー26人が、道路交通法違反の疑いで逮捕されているんだよね。近年になっても20人以上で集会するとは、気合入っているもんだぜ。さらに、その数年後の初日の出暴走でも、大田区の国道などで集団暴走を行い、赤信号を無視するなど、危険な走行を繰り返した疑いが持たれて、警察の取り調べでは城南地区の、暴走族であることを認めており、自分たちの縄張りを見回るために走った、や、正月に走り始めをしたいと思った、などと供述しているんだよね。なるほど、城南地区では近年でも、結構活動が活発なんだな。そんな、不良や暴走族チームがカオス状態だった城南地区で暗躍していた、トミーズ、についてと、加入していた、全教練、や、関係のあったチームなどについても解説をしていくね。これは、いろいろなチームも出てきそうだし、楽しみだぜ。トミーズ、とは、1960年代品川区大崎を発祥とする古豪チームと言われ、雷族からサーキット族へ、変化していった時代に全盛期を迎え、この時代は走りにこだわるチームが多く、トミーズもレーシングチームに近い、走りのチームだったと言われているんだよね。前回の解説でもあったような、雷族時代のチームとなると、やっぱり走りにもこだわるんだな。全盛期には、ジェロニモ、ネズミ小僧、一寸帽子、などと一世を風靡したと言われ、その後は武闘派雷族へと変貌することになり、各地の街頭サーキットで暴動騒動や、事件や事故などを起こすと、警察の取り締まりも厳しくなったが、警察にも抗う凶悪性を見せたんだ。この頃は雷族といっても、結構凶悪なチームも多かったんだよな。正式名称は、トミーズクラブ、と言い、当時は、ハイウェイマジシャン、との異名を持っており、トレードマークでもあるウサギは、ラビットヘッドと呼ばれ、他のチームでは横浜の神大岡グループや、小田原の大崎白ウサギというチームなどが、このラビットヘッドをトレードマークにしていたそうなんだよね。そういえば、このウサギのマークはよく見る気がするよな。そして、漢字表記では、トミーズ、と書くんだけど、このチームは実は60年代後期に一度解散しており、
その後、暴走族全盛期になると再結成されたんだけど、その時に漢字表記での、トミーズ、が、採用されたのではないかと言われているんだよね。暴走族の名前って、漢字表記になると、すごく硬派な感じが出てくるよな。暴走族全盛期に復活してからは、あの城南地区を代表したと言っても過言ではない全教連に加入すると、その後は暴走族チームとして暗躍したと言われ、全教連では主軸チームのジョーカーズと共に、五反田の、こと、や、鳩ヶ谷の、よかれん、というチームと共闘していたんだよね。全教連というと、大井ゼロやルート20ゴーストのイメージだけど、また違う時代なのかな。さすがはマリサだね。実はこの頃の全教連とは、大井ゼロとルート20ゴーストが台頭してきており、周回ルートの件でジョーカーズ側と意見の対立があったと言われ、揉めたわけではないんだけど、自分たちのコースを走りたいという意向を持ち、新たに、競争連盟、を結成する形で脱退した後になるんだ。やっぱり、その時代だったのか。全教連が変革した時期だったよな。その後も、全教連と共に周回をすることが多く、トミーズと全教連はどのような、走りをしていたのかも解説していくね。全教連といえば、いろいろな周回やコースもあったみたいだし、楽しみだぜ。よく走っていたコースとしては、表参道を流して、青山通りから東京ボールにて、ジョーカーズの原宿、青山各支部と合流すると、再び表参道を下り、渋谷公会堂前にて、世田谷と渋谷支部が合流、パルコ前を通過し、再び青山通りからキラー通りに入り、明治通りの裏通りにて恵比寿支部と合流、高輪ロロ前では五反田ことやトミーズも、ここで本体と合流すると、すでに数百大規模の集会となっていたんだよね。さすがは、全教連の集会だな。この頃でも結構な規模になっていたんだな。トミーズが合流してからは、鈴ヶ森の大井競馬場前にて、川崎や浦和、栃木、茨城、千葉、山梨などから、ジョーカーズの各地方支部が集結すると、その周辺道路は大渋滞に陥り、当時の新聞には、約3000人を上回る暴走大パレード、と見出しの記事が出ていたほどだったそうなんだ。新聞に大きく見出しが出るとは、びっくりなんだぜ。その他、全教連を代表する集会といえば、1978年11月22日に、道路交通法が改正されたが、その直前の土曜の夜に開催された、1122集会であり、それは全教連の全支部が総動員で行われる、決起集会であり、毎年この集会は大規模なものになったんだよね。そうそう、この集会も有名で、各地で大規模な集会が行われているよな。こちらのコースは主に、いつもの高輪ロロから大鳥神社交差点を通過、三角地帯から、各支部が流れ合流すると、東洋ボール前を通り、環八外回り瀬田方面へ流し、国道246号にて、川崎方面の支部と流れ合流すると、保土ヶ谷から横浜市内を抜け、山陽道路から、都内へ帰るというコースが有名だったんだよね。まさに、都内を縦横無尽に走っているんだぜ。そんなトミーズは全教連と共に暗躍してきたが、2000年代に入ってからも活動を続けており、その後も、いろいろな事件などにも関与していたんだよね。そうか、その後も気になるんだぜ。トミーズが復活して全教連に加入してからは、暴走族は衰退期へと向かうことになり、次第に各地域のチームも減ってきていたので、全教連だけではなく、城南地区でまとまることが多く、当時は、太田連合などとも合同で集会することも多かったんだよね。なるほど、地域ごとに集まる方が良さそうだよな。そして、暴走族に対して台頭してきた集団といえば、チーマーであり、この頃はよく城南地区のチームは、チーマーともよく揉めていたと言われ、渋谷に出向いてはチーマー狩りをしていたと言われているんだよね。チーマーが出現してきてからは、よく揉めて抗争なども起こしていたんだよな。この争いは2000年代に入ってからも続いており、当時に城南地区を取り仕切っていた、太田連合 OB たちに、最近、島を荒らしているチーマーグループを潰せ、と指示されて、城南地区の暴走族メンバーたちは、チーマーグループであった都内の私立高校に通う男子生徒に、怪我を負わせたということで逮捕されているんだよね。この頃の太田連合 OB たちというと、半グレ組織になっていたんだよな。さらに、大田区南蒲田の第一京浜国道や環状8号で、信号無視や蛇行運転などの危険運転を繰り返したとして、城南地区の暴走族、トミーズ、を含め、正気、上池台ルート20ゴースト、などのメンバー20人が、逮捕されており、取り調べでは、バレるのが怖かった、と顔を覆うマスクと、その下に、なんとアルミホイルを巻いて暴走していたそうなんだよね。
マジか、アルミホイル膜とは斬新すぎる。その後、全教連が衰退したことと、城南地区の暴走族も多くの逮捕者を出し、太田連合 OB も壊滅させられると、その後の活動は確認されていないんだよね。今回の、トミーズを含めた城南地区の暴走族も、結構イケイケだったよな。というわけで、今回は後期の全教連で暗躍した、トミーズ、と城南地区の暴走族について解説したよ。今後もアンダーグラウンドで起こる事件や抗争、アウトローな人物も取り上げていきますね。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ。それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。